下から見上げたウェルズファーゴセンターウェルズファーゴセンターはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにあるオフィスビルである166.4メートルの高さを誇り地上40階建て地下には3階建ての駐車場がある1972年の完成当時から現在までオレゴン州で最も高い建築物として存在しているウェルズファーゴセンターと隣接する5階建てのビルは チャールズ・ラックマンアソシエーツにより設計された。当初の名称は、ファーストナショナルバンクタワーであり、1972年4月17日にオープンし、同年5月25日には公式に落成式が行われた。当時、ファーストナショナルバンクは、タワーの21階分と、隣接する5階建てビルの前回に入居していた。1981年、 ファーストナショナルバンクがファーストインターステートバンコープに吸収されたことを受け、建物の名称もファーストインターステートタワーに変更された。現在のウェルズファーゴセンターの名は、1996年にウェルズファーゴがファーストインターステートを吸収した時についたものである。1七十二年のオープン以来、ウェルズファーゴセンターは、ポートランドで最も高いビルとして存在し続けているが、 40年間にわたってこのビルを超える高さの建物が現れなかったのには理由がある。ウェルズファーゴセンターが完成した後、その高さから今後開発が進めば、ポートランドの街からフットサンを見られなくなってしまうのではないかという不安が住民の間に広がり、ポートランドのダウンタウンのすべてのビルから2001年には大規模な改装工事があり、床面積の拡張が行われた。 工事には3500万ベイドルが費やされ、2002年に完了した。ロビーは特に集中的な改装が行われ、ウェルズファーゴの歴史を綴ったディスプレイが置かれた。ウェルズファーゴセンターにはかつて、ウィラメットインダストリーズが本社を置いていたが、同社は2003年にウェアハウザーにより買収された。ウェルズファーゴセンターでは、ウェルズファーゴ銀行の地域本社が入居している。建物は、 ダウンタウンポートランドに所在し、4番街、5番街、コロンビア通り、ジェファーソン通りに面している。連絡通路がタワーと隣接するデータプロセッシングビルディングの間にかかっている。40の階数を有し、そのオレゴン随一の高さを誇る。本館ロビーには、ウェルズファーゴが使用していた古い駅馬車が置かれ、またウェルズファーゴ歴史博物館の展示室も設置している。 東ビル27階には日本の在ポートランド領事事務所が入居している。その他の建築的特徴としては過剰なまでの大理石の使用が挙げられる。建物内部では5600平方メートルもの面積に1.6ミリメートルの厚さで大理石が敷かれている。外装では黒いガラスの柱と白い大理石の柱が交互に並び、建物の下から 上まで全体にわたって敷かれている。本ビルのデザインは様々な建築的な問題から国評を受けてきた。1976年にニューヨークタイムズが見にポートランドに関して著述を行っていたイバンド・イグはこの建物について巨大であり小綺麗であり特徴に欠けていると述べた。ありがとうございます。